アレリー・ムシーニョは、メキシコのプロボクサー。本名は、アレリー・アビゲール・ムシーニョ・レイジェス。モンテレー出身。HG ボクシングと契約している。ヌエボレオン州立自治大学在学。2008年2月7日、ネツワルコ・ヨトルでアルマフローレス・ブエノとデビュー戦を行い、4回判定で引き分けた。2008年6月19日、メキシコシティでアルマフローレス・ブエノと対戦し、 プロ初勝利となる2から1の判定勝ちを収めた。2009年6月30日、モンテレーでガブリエラ・ゴンザレスとメキシコ女子フライ級王座決定戦を行い、3から0の判定勝ちを収め王座獲得に成功した。2010年7月17日、シュベリンでウィブフ WBA、WBO 世界フライ級王者、スージー・ケンティキュアンに挑戦したが、 偶然のバッティングによる負傷がひどく試合続行が不可能となり3回27秒1から0の負傷判定で引き分けたためウィブフ王座、WBA 王座、WBO 王座の獲得に失敗した。試合は引き分けから無効試合に変更となった。2011年1月22日、ネツアワルコイオトルでシャンテル・コルドバと IBF 女子世界フライ級王座決定戦を行い、 4回10秒、コルドバの危険により王座獲得に成功した。2011年3月19日、タンピコで、カロリーナ・アルバレスと対戦し、3から0の判定勝ちを収め初防衛に成功した。2011年7月2日、モンテレーで、ソレダド・マセドと対戦し、4回33秒、TKO 勝ちを収め2度目の防衛に成功した。2011年8月20日、 マンサニー・ジョで、元 WBC 女子世界バンタム級王者、スザンナ・バスケスと対戦し、3から0の判定勝ちを収め3度目の防衛に成功した。2011年10月29日、コリマでアバナイトと対戦し、2回45秒小負けを喫し4度目の防衛に失敗し王座から陥落した。二0十二年二月十五日、グアダラハラでメリッサ・マック・モローと、 WBA 女子世界フライ級暫定王座決定、戦を行い、10回2から1の判定勝ちを収め王座を獲得した。2012年5月12日、メキシコシティで WBC 女子世界フライ級王者マリアナ・フアレスに挑戦したが、10回1から2の判定負けを喫し王座獲得に失敗した。2012年7月7日、ラパスでアナ・フェルナンデスと対戦し、 二回一分十秒、TKO 勝ちを収め初防衛に成功した。2013年11月9日、コアカルコでベリオサバルで、WBC 女子世界フライ級シルバー王者、ジェシカ・チャベスに挑戦したが、十回一から一の判定で三者、三様の引き分けに終わり王座獲得に失敗した。2014年1月25日、モンティレイで天がい津波とのタイトル十回戦を、 行い、2から0の判定勝ちを収めた。2014年12月6日、WBC 女子世界フライ級王者、振動号に挑戦し、10回3から0の判定勝ちを収め王座獲得に成功した。2015年9月19日、エカテペックでゼシカ・チャベスと対戦し、10回0から3の判定負けを喫し初防衛に失敗、王座から陥落した。ありがとうございます。